これはギャングの猫レミーと花屋の犬ジョシュによる絆を探す旅の記録です。ある朝、突然のカージャックから始まった2人の旅ですが、ルート66をたどりながら少しずつ友情が芽生えていきます。いくつもの街と様々な困難を乗り越え、いよいよ旅は佳境に。果たして2人は無事に目的地サンタモニカにたどり着き、絆を取り戻すことはできるのか。2人の旅の終点までどうぞご同行ください。第9話、フラッグスタッフの冷え込み。ジョシュとレミーがアリゾナ州のフラッグスタッフに到着した時、彼らはこれまでの暖かい気候から一変して冷たい空気に包まれた。フラッグスタッフはその標高の高さから一年中涼しく、特に夜には気温がぐっと下がることがある。彼らの旅は季節の変わり目にあたり、初秋の寒さが彼らを待ち受けていた。トラックを市の近郊のキャンプ場に止めた後、二人は早速厚手のジャケットを引っ張り出してきた。寒さはただ体を冷やすだけでなく、心にも影響を及ぼす。ジョシュとレミーはこの夜、これまで以上に身体的な不快感と向き合う必要があった。キャンプファイヤーを囲んで暖を取りながら、二人はそれぞれの思いを内心で巡らせていた。ジョシュは家族のことを思い、レミーはサンタモニカにいる家族との再会の日を心待ちにしていた。しかし、冷え込む夜は彼らの不安を増大させ、心の中の壁が試されることとなった。こんなに寒いとは思わなかったな、と、ジョシュは震えながら言った。レミーは少し黙ってから、ジョシュ、たまに不安になるんだ。本当に家族に会えるのか、そして彼らが俺を受け入れてくれるのか、と打ち明けた。ジョシュはレミーの不安に共感し、レミー、大丈夫さ。君はこれまでの旅で多くの困難を乗り越えてきた。家族だって君がどれだけ彼らを思っているかがわかるはずだ、と励ました。しかしジョシュ自身も内心では家に帰ることへの焦りを感じていて、その夜は特にその思いが強かった。彼らが寒さに震えながらも語り合ううちに、ジョシュはレミーにさらなる個人的な話を始めた。レミー、俺はいつも家族と一緒にいられるわけじゃない。仕事が忙しくてね。でも、この旅を通じて、家族の大切さを再確認できたんだ。家に帰ったら、もっと一緒にいる時間を作りたいと思っている、と話した。レミーはそれを聞き、ジョシュの家族への深い愛情を感じ取り、自分も同じように感じていると共感した。ジョシュ、俺たち二人とも家族を思う気持ちは同じだな。この旅が終わったら、きっといいことが待っているさ、と返した。フラッグスタッフの冷え込みは、彼らにとってただの気温の問題ではなく、心の奥深くに潜む不安や恐れ、そして期待を浮き彫りにした。この夜、冷たい風が吹き抜ける中、二人は暖を取りながら、星空の下で明日への希望を新たにした。この旅が彼らにとって、どれだけ意味のあるものなのかが、改めて心に刻まれた瞬間であった。第10話、キングマンの解放。ジョシュとレミーがアリゾナ州キングマンに到着した時、彼らは先のフラッグスタッフでの寒さと心の壁を乗り越え、新たな解放感を味わっていた。キングマンは古くからのルート66の町であり、その歴史的な魅力と開放的な風景が旅人を迎え入れる。この町に足を踏み入れた彼らは、これまでの重苦しい気持ちがすっと軽くなるのを感じた。彼らが町の中心部に車を止めると、
ジョシュは深く息を吸い込み、周囲の空気がいかに新鮮であるかに気づいた。レミーも同じように感じ取っていたようで、車から降りると手を広げて大きく背伸びをした。ジョシュ、ここはいいな。なんだかすべてがリセットされたみたいだ、と彼は言った。二人は街を散策し始めた。キングマンはその昔、鉄道とルート66の重要な交差点として栄え、多くの旅人や歴史を見てきた。その歴史的な建物や鉄道博物館を巡りながら、ジョシュとレミーは自分たちが旅の一部であることを実感した。特に博物館では、古い蒸気機関車や歴史的な写真を見ることで、アメリカの広がりと多様性を肌で感じることができた。街の中で彼らは地元の住民とも交流する機会を持った。レミーが自分たちの旅の目的を話すと、多くの人々が興味深く耳を傾け、励ましの言葉を送ってくれた。この温かい反応に、ジョシュとレミーはさらに心を解放され、彼らの旅に対する意義と目的が再確認された。その日の夕方、二人は街の外れにある展望台へとドライブした。そこから見る夕日は、キングマンの大地を黄金色に染め上げ、壮大な景色を作り出していた。ジョシュはその美しさに言葉を失い、レミーも同じく感動していた。二人はしばらくの間、ただ黙ってその景色を眺めた。レミー、こんなに美しい景色を見られるとはな。ここまで旅してきた甲斐があったよ。とジョシュが言うと、レミーは、ああ、ジョシュ、俺たちがここまで来られたのも、お互いが支え合ったからだろうな。まさか正反対な生き方をしてきた俺たちがな。と答えた。この瞬間、彼らの間にはこれまでの苦労が報われる感覚と、これからの旅に対する新たな希望が満ち溢れていた。夜になるにつれて、星が一つずつ空に現れ、キングマンの夜空は瞬く間に星々でいっぱいになった。ジョシュとレミーはキャンプファイヤーを囲み、今日一日の出来事を振り返りながら、未来への夢や希望について思いを馳せた。この夜、二人は旅の重圧から解放され、互いの存在に深く感謝する時間を持った。キングマンでの経験は、彼らにとって旅の中で新たな始まりを告げるものとなり、心からの解放感を与えてくれたのだった。第11話、サンバーナディーノの挑戦。ジョシュとレミーがカリフォルニア州サンバーナディーノに到着した時、彼らの気持ちは高まっていた。サンタモニカへの最後の一歩として、この地は彼らにとって重要な意味を持っていた。しかし、彼らが想像していたよりも、サンバーナディーノでの試練は厳しいものとなるのであった。到着したその日、彼らは町の中心で開催されている地元のフェスティバルに参加することにした。このフェスティバルは地元の文化と芸術を祝うもので、ストリートフード、ライブミュージック、ハンドメイドの商品が並ぶ活気あるイベントでした。二人はこの雰囲気を楽しみながらも、トラックの駐車場を見つけるために少し離れた場所に停める必要があった。イベントに参加した後、楽しい一日を過ごしたジョシュとレミーは、駐車した場所へ戻ると、驚くべき光景が彼らを待っていた。トラックが何者かによって荒らされ、いくつかの重要な物品が盗まれていたのだ。この突然の事態に、二人は深く落胆した。ジョシュはすぐに警察に連絡を取り、レポートを提出したが、彼らが持っていたのはトラックの破損と失われた物品の写真のみで、犯人についての手がかりはほとんどありませんでした。この事件は、旅の終わりに近づくにつれて、
彼らの心に新たな重荷を加えることになった。その夜、ジョシュとレミーは近くのカフェでコーヒーを飲みながら、何が起こったのかという事実を受け入れようと努めた。レミーは特に打ちのめされており、ジョシュ、こんなことになるなんて。でも、ここで諦めるわけにはいかないよな、と話しました。ジョシュは彼を励まし、レミー、今まで一緒に乗り越えてきた困難を思い出してくれ。これも乗り越えられる。最後まで諦めないでくれ。と答えました。翌日、二人はトラックを修理し、盗まれた物品を取り替えるために必要な手続きを進めました。このプロセスは時間と労力を要しましたが、前向きに進む決意を新たにしました。サンバーナディーノでの挑戦は彼らにとって予想外の困難でしたが、この経験は彼らをさらに成長させ、サンタモニカへの最後の道のりをより意味深いものにしました。トラックが再び走り始めた時、ジョシュとレミーはこれまで以上に一致団結していました。それは彼らがどんな障害も共に乗り越えることができるという確かな自信へとつながっていたのです。第12話、ロサンゼルスの喧騒。ジョシュとレミーがカリフォルニア州ロサンゼルスに到着した時、彼らは大都市の持つ喧騒と圧倒的なエネルギーに直面した。ロサンゼルスは広大な街であり、車の渋滞、人混み、そして常に何かが起こっているという感覚に、彼らは新たな試練に直面していることを感じ取った。サンバーナディーノでの出来事を乗り越え、再び旅路に戻った二人ですが、ロサンゼルスの街中を運転することは、全く新しい挑戦だった。車の流れに身を任せながら、ジョシュは慎重に車を運転し、レミーは地図を手に取り、道案内を試みたが、複雑な交通網と無数の看板、そして断続的に変わる交通信号は彼らを容易に惑わせた。街の中心に近づくにつれて、ビルの壁に映る広告の光や街角のパフォーマー、様々な言語で話される声が彼らの感覚を刺激した。レミーは窓から外を見ながら、ジョシュ、ここは本当に別世界だな。こんなに多くの人がどうやって一緒に暮らしているんだろう、とつぶやいた。彼らはロサンゼルスのダウンタウンを抜け、ハリウッドとビバリーヒルズを目指すことにした。途中、彼らはハリウッドの星のある歩道を歩き、映画の撮影が行われているのを目の当たりにした。このすべてが、彼らにとっては夢のようであり、同時に迷いを感じさせるものであった。その日の夕方、ジョシュとレミーは少し立ち止まり、コーヒーショップで休憩を取ることにした。二人は人々の流れを眺めながら、ここでの生活がどれほど早く、時には容赦ないものかを話し合った。ジョシュはコーヒーを一口飲みながら、レミー、俺たちは本当にここに属しているのかな。こんなに早く動く世界についていける自信がない、と言った。レミーはジョシュの言葉を聞き、軽くうなずき、ジョシュ、大丈夫だよ。ここは一時的な場所に過ぎない。俺たちの目的地はもうすぐだから、ここでの混乱に惑わされないで、と励ました。二人は再び希望を持って、ロサンゼルスの喧騒を背にして、次の目的地であるビバリーヒルズへと向かいました。この日の経験は、二人にとって多くの意味を持ち、彼らは大都市の圧倒的な速さとエネルギーを体験し、自分たちがこれまで歩んできた道とこれから向かう場所について深く考えさせられた。ロサンゼルスは彼らに多くの迷いを与えたが、同時に、彼らの目的への決意を新たにする機会も与えたのです。
第13話、ビバリーヒルズでの試練。ジョシュとレミーがビバリーヒルズに到着した時、彼らはその洗練された街並みと豪華なショッピングエリアにただただ驚いた。街は華やかで、高級車が通りを行き交い、エレガントな衣装を身にまとった人々が歩いている姿が見られた。ビバリーヒルズは、彼らがこれまで訪れたどの場所とも異なり、その豪華さが一層彼らを圧倒した。彼らの計画はシンプルだった。街を散策し、ビバリーヒルズの雰囲気を楽しんだ後でサンタモニカへと向かうこと。しかし、予期せぬトラブルが二人を待ち受けていた。彼らが高級ブティックの一つを眺めていると、突然、警察官が彼らの元へと近づいてきた。警察官は二人に対して、このエリアで不審な行動をとっている者がいる、との通報がありました。身分証明書を見せてください、と要求した。この要求に驚いたジョシュは、落ち着いて対応しようと努力しながら、財布から身分証明書を取り出した。レミーも同様に身分証を提出したが、彼の神経はすでに尖っていた。彼らの行動がなぜ疑われるのか理解できず、不安と緊張が高まった。警察官は、二人の身分証明書を確認した後、さらにいくつかの質問を行った。この一連の質問は、彼らがただの観光客であるにもかかわらず、いかにも彼らに何か非があるかのように感じさせた。ジョシュは冷静さを保ちつつも、この状況に苛立ちを隠せなかった。私たちはただの観光のものです。何か問題が？と彼は警察官に尋ねた。最終的に何の問題もないことが確認され、警察官は彼らを解放した。しかし、この一件は、ジョシュとレミーに大きなストレスを与え、ビバリーヒルズでの楽しい時間が一変してしまった。彼らはカフェに座り、起こったことを振り返りつつ、この街での経験から何を学ぶべきかを話し合った。レミー、この街はきらびやかで美しいけれど、すべてが輝いているわけではないんだな、とジョシュはつぶやいた。見た目だけでは人のすべてを知ることはできない。私たちも最初はただの旅行者とは見られなかった。レミーはうなずきながら、ジョシュ、どこにいても予期せぬことは起こる。でも、それを乗り越えてこそ、前に進めるんだ、と答えた。ビバリーヒルズでの出来事は、彼らにとって新たな学びであり、彼らの旅の終わりに向けて、さらなる結束力をもたらす一因となった。夕暮れ時に、ビバリーヒルズを後にした彼らは、次の目的地であるサンタモニカへと車を走らせ、これまでの一件を背景にしながらも、前向きな気持ちで未来へと進んでいった。第14話、サンタモニカへの道。ビバリーヒルズでの思わぬ試練を乗り越えた後、ジョシュとレミーはいよいよサンタモニカへの最後の道のりへ踏み出しました。この旅の終点が目前に迫る中、彼らの心は期待と同時に、ある種の寂しさを感じていました。これまでの冒険が終わろうとしているという実感は、二人にとって甘くもあり、苦いものでもありました。彼らはビバリーヒルズを後にし、太平洋に沿って走る道路を通じて、穏やかな潮風を感じながらサンタモニカへと向かいました。途中の道路は海岸線に沿っており、その美しさは二人の心を癒してくれました。窓から見える海の広がりと、潮の香りが車内に満ちる中で、ジョシュは深く息を吸い込み、レミー、ずっとこの景色を見ていてもいいぐらいだな、とつぶやきました。レミーはその言葉にうなずきながら、本当に美しいな。でも、俺たちにはもっと大切な場所が待っている。
サンタモニカでの再会だ、と応じました。彼の声にはワクワクした期待がにじみ出ており、ジョシュもその感情を共有しました。二人は旅の思い出を振り返りながら、これまでの道のりがいかに特別だったかを語り合いました。サンタモニカに近づくにつれて、レミーの心拍数は高まり、彼の家族との再会の瞬間を想像するだけで、彼の目は潤んできました。ジョシュはそんなレミーの肩を軽く叩き、大丈夫さ、レミー。すべてはうまくいく。お前の家族はきっと、お前が帰ってくるのを待っている。と励ました。サンタモニカに到着したとき、彼らはまず海岸に向かいました。その白い砂浜と青い海は、彼らの旅の終盤を美しく飾るには完璧な場所でした。海岸に立ち、波の音を聞きながら、ジョシュとレミーはこれまでの困難を乗り越えてきたこと、そして二人の友情がどれだけ深まったかを感じ取りました。しかし、レミーの心の中には、家族との再会に向けた緊張もありました。彼は家族のもとへと向かう前に、ジョシュに深く感謝の言葉を述べ、ジョシュ、お前との旅が俺を変えた。ありがとう。本当にありがとう。と言いました。ジョシュはレミーと握手を交わし、俺もだよ、レミー。お前との旅は忘れられないものになった。と答えました。穏やかな潮風の中、彼らの物語はいよいよ佳境を迎えていくのでした。第15話、再会の前夜。夜が深まるサンタモニカ。街は夕暮れの輝きを失いつつあったが、レミーの心の中では、明るい光が一層強く輝き続けていた。翌日に控えた家族との再会の前夜、彼の心は期待と緊張でひどく揺れ動いていた。レミーはジョシュと共に小さなモーテルの部屋で過ごしていた。彼はベッドに座り、じっと窓の外を見つめていた。明るく照らされた通りの明かりが、彼の不安を少し和らげてくれるかのようだった。部屋の中は静かで、たまに聞こえるのは外の世界のざわめきと、ジョシュがページをめくる音だけだった。緊張してるのか？ジョシュが穏やかに尋ねた。レミーはゆっくりとうなずき、深いため息をついた。ああ、もちろんだよ。何年も会っていないんだ。変わりすぎていないか、受け入れてもらえるか、考えただけでな。彼の声は途切れがちになった。ジョシュはそっと彼を励ますように肩を叩いた。レミー、君の家族は君のことをずっと待っていたんだ。明日はただ帰るだけだ。自信を持て、と彼は言った。レミーはそれに応じて微笑んだが、心の中ではまだ不安が渦巻いていた。彼は部屋を少し歩き回り、再び窓の前に立ち、遠くの海を見つめた。波の音が聞こえるような気がして、彼はその音を追い求めるかのように深く集中した。海は彼にとって常に安らぎの源であり、現在の心境を映す鏡のようでもあった。その夜、彼はほとんど眠ることができず、過去の記憶と未来の可能性が心を交互に走った。幼い頃の思い出、家族と過ごした温かな日々、そして突然の別れ、それらが彼の心を満たしながら、同時に明日への強い希望も芽生えていた。明け方近く、レミーはベッドに戻り、ジョシュの寝息を聞きながら、一人で思索にふけった。彼は自分自身に問いかけた。本当に準備ができているのか？と。しかし、内心では彼は知っていた。このジョシュとの旅が彼を変え、成長させたことを。朝が来ると、彼は新しい自分を受け入れる準備ができていた。ジョシュが目を覚ますと、彼はレミーの変化を感じ取った。準備はいいのか？
ジョシュが尋ねると、レミーは力強くうなずいた。ああ、行こう、もう待ちきれないと彼は答えた。そして二人はモーテルを出発し、レミーが長年待ち望んだ再会へと車を走らせた。その日の朝の光が新たな始まりを告げるかのように、二人の前に広がる道を明るく照らしていた。第16話、涙の再会。サンタモニカの朝は穏やかに始まった。朝日が地平線から昇り、その暖かな光が静かな街を照らし出す。ジョシュとレミーは期待と緊張を胸に、レミーの家族の家へと車を走らせた。今日はレミーにとって何年もの間夢に見ていた日であり、その一瞬がついに現実のものとなる瞬間だった。温暖な潮風がレミーの顔を撫でながら、彼はとうとう長い旅の終わりに家族の元へと戻る瞬間を迎えるのであった。彼らが住宅街に入ると、レミーの心拍数が高まり、彼の手はわずかに震え始めた。ジョシュはただ静かに見守り、佇むしかなかった。家族の家が見えてくると、レミーは深く息を吸い、車から降りた。ジョシュは車の脇で見守ることにし、彼の肩に手を置くと、大丈夫だよ、レミー。ここまで来たんだから。と励ましの言葉をかけた。レミーはゆっくりと家に向かって、一歩一歩歩き始めた。ドアの前に立つと、レミーの呼吸は一層速くなり、深く息を吸い込んだ。そして、勇気を振り絞って、ついにドアベルを押した。その音が鳴り響くと、家の中から足音が聞こえ、ドアが開かれるまでの数秒間は、時間が永遠に感じられるほどだった。ドアがゆっくりと開くと、そこには、長い間離れ離れになっていたレミーの母親が立っていた。彼女の顔には驚きと再会の喜びがあふれかえっていた。彼女は目を見開き、息を呑むようにしてレミーを見つめた。レミーと彼女が名を呼ぶと、その声には信じられないという思いが込められていた。そしてレミーは母親に駆け寄り、二人は抱き合った。その抱擁は、長い時間と距離を超えた愛情の強さを物語っていた。周りがどんなに変わっても、家族の絆は変わらないことを、その瞬間に彼らは確認した。母親は涙を流しながらレミーの背中を撫で、帰ってきてくれてありがとう、と何度も何度も繰り返した。その場にはレミーの父親と兄弟も駆けつけ、久しぶりに再会した彼を温かく迎え入れてくれた。家の中には幸せな笑い声があふれ、レミーは一人一人と抱擁を交わし、彼がどれだけ彼らを恋しく思っていたかを伝えた。ジョシュ、何してるんだ。君も来てくれ。ジョシュも彼らの優しさに包まれ、レミーの家族から温かく迎え入れられた。家族が一堂に会したその日、彼らは長い間の話を語り合い、レミーの旅の冒険についても話をした。レミーはジョシュがどれだけ自分を支えてくれたかを家族に紹介し、ジョシュもレミーの成長と変化を家族に語ったのだった。夕食は家族全員が集まる楽しい時間となり、食卓は笑顔と会話で満たされた。この夜、レミーは家族との時間を心から楽しみ、彼が長い間求めていた安心と居場所を再び見つけたのです。彼の旅は多くの困難を乗り越え、多くの教訓を学んだが、最終的に彼にとって最も価値あるものは家族のもとへ帰ることであった。家族との再会はレミーにとって新たな人生の始まりを意味しており、彼の心はこれまでにない平和を感じていた。その日、彼にとっての家はただの場所ではなく、
愛する人たちがいる本当の家へと変わったのであった。第17話、キロの花。サンタモニカの暖かい太陽が柔らかく照りつける中、ジョシュはレミーとその家族との感動的な再会を背に、シカゴへのキロに着く決意を固めた。レミーの幸せそうな姿を見て、彼自身も家族との再会を渇望していた。彼の心の中では、家への帰還と花や、ブルームズ&モアへの復帰が新たな意味を持ち始めていた。ジョシュはレミーの家を後にする際、レミーから心からの感謝を受け取った。ジョシュ、本当にありがとう。君のおかげで家族に再会できた。君も家で待っている家族と素晴らしい時間を過ごしてくれ。とレミーは言い、二人は抱擁を交わした。そして再び、また会うことを固く約束したのであった。車に乗り込み、シカゴへの道を走り始めると、ジョシュはこの長い旅で経験したことすべてを振り返った。道中で見た景色、出会った人々、乗り越えた困難、そして何よりレミーと深めた絆。これらすべてが彼の心に深く刻まれ、彼の生き方に大きな変化をもたらすことになった。帰路の途中、ジョシュはしばしば車を止め、一人で静かに風景を眺める時間を持った。彼は自然の美しさに心を奪われつつ、家族への愛と花屋での未来へのビジョンを練り直すことにした。これまでの彼は仕事に追われ、家族を犠牲にしていたが、今はそれを変える心の準備ができていた。シカゴに近づくにつれて、ジョシュの心は次第に落ち着きを取り戻し、帰ることの喜びが増していた。彼が最初に訪れたのは、ブルームズ&モアだった。店のドアを開けると、彼を待っていたのは、彼の愛する花々と、長期間の不在にもかかわらず、店を支えてくれたスタッフたちであった。彼らはジョシュの無事な帰還を温かく迎え、彼の話に耳を傾けた。ジョシュはスタッフに感謝の言葉を述べた後、店の運営について新たな計画を話し始めた。彼は自分の経験を生かし、よりコミュニティに開かれた花屋にするためのアイディアを提案した。また、家族との時間を大切にするために、仕事のスケジュールを見直すことも宣言した。家に帰ったジョシュを待っていたのは、彼の妻と子供たちの温かい歓迎だった。彼は家族を一人ずつ抱きしめた。晩餐の席では、ジョシュは家族に、友人レミーとの旅の話をして、これから家族ともっと多くの時間を共有し、最善を尽くすことを誓った。彼らは彼の帰還を心から喜び、家族としての絆を再確認した。その夜、ジョシュは家族と過ごす時間の大切さを再び感じながら、これからの人生において何が本当に重要かを改めて認識した。ジョシュのレミーとの旅は、彼にとってただの物理的な移動以上のものとなった。それは彼自身の内面の旅でもあり、彼が何を大切に生きるべきかを見つめ直す機会となったのだ。そしてこの長い旅を終え、ジョシュもレミーも自分の決意が正しかったことを感じ取り、彼らは新たな自分として、家族、仕事、コミュニティのそれぞれに真摯に向き合い、新たな人生のショーを歩み始めたのでした。